ジャイアンツは粘ります。ワンアウトから阪神のリリーフエース中西を捉え、代打福尾がライト前へヒット、そしてダイソーに俊足の栄村となります。続いてのバッターはプロ入り初の3番という駒田です。ライト線へ大きな当たり、ダイレクトでフェンスにぶつかりまして、これがツーベースヒット。このところ調子が今一つの中西を捉えた巨人がワンアウト二塁三塁と一打サヨナラの場面。さてこの後が原敬遠なんですね。これ2つの理由があると思うんですね、はい、満塁にした方が守りやすいがの一つと、今日の原とローのバッティングの内容を比較したと思うんですね。あー、なるほど。ローが良くないんですね、ですから今日2安打した原を嫌ったんですね、はい、そしてそのローに対する2球目ご覧ください。サヨナラ勝ちと思ったんです。ライト線ギリギリ入るか入るのか、ああ頭が邪魔して見えなくなるんですが、これがですねボールが点々としまして、2者がホームインと思ったんですが、惜しくもファールでですね、結局仕切り直し。際どかったね。際どかったですね。さてロの打球です。今度は左へ、レフトの金森懸命走って取ります。セカンドランナーどこ行っちゃったんでしょうね、駒田。大きく飛び出しましてダブルプレー、あっけない幕切れで阪神が1点を守り切ったという試合だったんですね。まあそれにしても今の駒田はもう三塁のベースの上まで来てましたね。ワンアウト満塁でしょう、はい、ランナーが一番気をつけなくちゃいけないのは牽制と、ね、ライナーなんですね。そうですね。ライナーでね、吉村ヒットになっても二塁ランナーは帰らなくてもいいんですよ、でこういうねミスをして大きな試合に、ね、勝てませんよ森本さん。 そうですね、そう思いませんか。